安藤選手、はい、準優勝おめでとうございます。初の東京予選のチャレンジだったんですけども、はい、まあ、どこの予選でも厳しいとは思うんですが、はい、東京はいかがでしたか？そうですね、まあ東京の予選の、まあ、選手の方たちは、まあ、警視庁だとか、実業団、教員の人たちもやっぱり力のある選手が、まあ、たくさんいるので、厳しい戦いになるんじゃないかなと予想はしてたんですけど、思った以上に、厳しい戦いが続いて、もう本当に最後はもう気持ちでなんとか勝負しようと思いました。だいたい時間でいうと、12時ぐらいから1時半ぐらいまでずっと試合をしてたんですけども、はい、体力的にはいかがでしたか？まあ、体力的な部分ではまだいけるところはあったんですけど、全日本出場権決まってからがやっぱりちょっとほっとしたのか、もう全身いろんなところで突っ切るような、はい、感じだったので、またそこも課題で、しっかりこれから準備していかないといけないなという感じでした。ちなみになんですけども、今の所属というか、はい、今は、国士舘大学の教員として、あと男子のコーチとして、一緒に学生と共に朝夜の稽古一緒にやっている状況です。剣道の量とすると今までの質とはあまり変わらないぐらいの？そうですね、毎日充実して学生と一緒に稽古をしているので、はい、充実しています。わかりました。
ました。ありがとうございます。最後に全日本選手権に向けて一つ、はい、目標を教えてください。そうですね、まあ、あの出場回数は、まあ、今回の10回目っていうふうになるんですけど、なかなか思うような、まあ、試合結果を残すことができていないので、まあ、今日のまだ反省を生かして、今後、まあ、残りは少ないですけど、しっかり課題を持って、ね、取り組んでいきたいなと思います。どうもありがとうございます。日本選手、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。優勝は2回目ですかね。はい、今の心境を教えてください。そうですね、1試合1試合集中した結果がこういう風にいい結果となったので、まあ、素直に今は喜んで、また全日本選手権も出れるので、全日本選手権に向けてまた気持ちを切り替えて頑張りたいなと思います。試合前、稽古状況とか仕上がりはどんな感じでしたか？そうですね、月曜日から全日本の合宿の方がありまして、まあ、それまで、まあ、いい選手とたくさん練習試合をできたので、まあ、試合内容としては、まあ、いい感覚で臨めたのかなというふうに思います。で、いざ今日、試合1回戦から始めてみて、調子はいかがでしたか？そうですね、やっぱ緊張とプレッシャーで体が若干重いというふうに感じたんですけど、気持ちを切らさずに試合試合集中してできたので悪くはなかったのかなと思います。最後は大学の先輩である安藤選手と試合でしたけども、どんな気持ちで試合しましたか？もちろん安藤先輩は大学の憧れの先輩でもあるので胸を借りるつもりでいったんですけど、決勝の代表選手でもあるので、そこは気持ちで負けないように絶対に優勝するという気持ちで試合に臨みました。了解です。最後は抜き逆道っていうんですかね、あれは狙ってできるものではないと思うんですけども、どんなタイミングで出たんですか？そうですね、まあ、自分もちょっと体もちょっときつくて、でもここで逃げないようにっていう風に左足を下げないで攻めようっていう風にやったので、その結果が自然と体が動いて出ました。わかりました。どうもありがとうございます。最後に、全日本選手権の目標をお願いします。前回はベスト16で負けてしまったので、今回は上位優勝、そして優勝できるように頑張りたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。